さあ始まりました「東京都村のオフィシャルチャンネル」よろししくお願いいたしますということで本日は腹が減ってダメだ腹が減ってダメだなんかくもねえか。 食えうめえおいお前らそこで何やってんだ早く中房に戻れうんオールブルーオールブルーじゃねえって、うんうん、いやねあの海に捨てるとこまでやらしてくれよ <laughs> 器を <laughs> あ、そこまでしたら そこまでした,かったのかお前そうだよそこまでやりたかったよいや俺ね、はい、ちょっとあのー、料理の腕をもう信用してるんですよタケルにありがたいでねワンピースからねこれ見てください三<う>時の満腹ご飯っていうのがねこれだからすごいよね出たんですよ三時の作ってたご飯とかが載ってるっていう本ねこれ俺食べてみたいんだよ三時の飯を三時の飯を三時の飯をタケルが作ってそれをショウゴが食べるうーん 3人出てきただけなんだけどもああいいじゃないのちょっとね作ってほしくてさ任せてください私も料理やってますんでいやだ本当にもし俺が海賊団作るとしたら俺が船長でお前は多分コック俺も俺船長になりてえ人生だよいやもうコック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 とまあそう狂言師みたいな感じでえあのみんなを楽しませるやつブルック的な要素ブロック的な要素もあるそれっつでてってほしいどういう話をしてんの今 作ってほしいんだよまあ任せてください3時のご飯は見ててやっぱ美味しそうじゃん美味しそうなんだよねめちゃくちゃ美味しそうじゃんだって泣くんだようますぎてそう面目で面目で面目でうめえ銀が泣くんだから,だから泣かしちゃうよじゃんえ泣かしちゃうからちょっと期待してて待ってて分かったちょっとじゃあ3時飯お願いします作らせていただきます楽しみ ナミソーン作っていきますよー。さあこちらに三時の満腹ご飯この中から今日はニシ作っていきますナミソーン。一品目はですね一番最初に書いてあるそして誰もが知っている銀に出したチャーハンこれ作りますそして。 覚えてる人がいるかどうかは分かりませんが初夏のジャガイイモのパイユを作っていいいきたいと思いますこれちなみに34巻322話ロングリングロングランドから出航者メリー号の戦場で青木地にやられて疲弊している時にちょっとナミスナミスンが休憩してるところに「ジャガイモのパイユ」作ってみたのです「マドモアゼルよろしければ」って出してるやつです。 それを作りますだからこれ詳しいレシピをね知りたい方はぜひ3時の満腹ご飯買ってみてくださいめちゃくちゃいろんな料理ありますでめちゃくちゃうまそうバラティエでルフィがつまみ食いしてたなんか肉料理もうまそうでしたよねはいということで切り物は終わりかな切り物は終わり包丁とまな板終了ですくそお世話になりました包丁とまな板 クソお世話になりました土下座しとかなきゃ映ってねえからクソお世話になりました <laughs> こういう気持ちだったんだろうな先、パイを仕上げますチャーンすぐできるんで銃という音を聞かせてあげたいははははは 焼いていきましょう。イエーイ！最高！ジャガイモのパイ作ってみたのです。マダムアゼル、よろしければ。さあ、では続いて銀に出したチャーハン作っていきますよー。 いいですね。いい香りが立ち込めてますね。家でもできるやつだから最高ですよね。卵あっちワンいたよしあとちょっと水分飛ばしたら完成だあえてね、あえてね、銀に出した時みたいに、綺麗にチャーハンを盛らずに、ちょっとこう、バラバラっと盛ってる。食え,え。めんぶくねめんぶくね よし完成ということで、すべての食器、器具たち、クソお世話になりましたどーもーいずこいさあ、ということで、完成しました。来はおー。今、どっちだ 銀なのか正銅なのか銅<う><う>匂いはこれ多分美味しいよ本当にめちゃくちゃ美味しい,と思うい匂いはだいぶ百点です銀の持ち方はしてあいいねこうじゃなくてね綺麗じゃなくてもうちょっとね めんぼくねえ。めんぼくねえ。うめえ。俺こんなにうめえも作ったことねえから。めちゃくちゃうま。めちゃくちゃうまでしょう。めちゃくちゃうまいでしょうしょ。あのマジでこれは泣くわ。あのー、ちょっとね材料もちょっと特殊なんだよ。<ー>で工程とかもちょっと特殊な部分があって。 あ、なるほどあこの手あるかみたいな、うん、ちょっとねちょっとチャーハンなんだけど洋っぽい感じもすんの、ね、よ、うん、でも和も入ってるそうめっちゃうまいの、ね、よ、うん、これなんだなんだこれドンクリーク 食料ぶれドンクリークじゃねえか金はあるめちゃくちゃうまいほっとくな <laughs> ほっとくなよ <laughs> ドンクリークをお前,お前が連れてきたんだ銀が。あとはもう鉄壁のパールが揃うだけだよあー素晴らしいね <laughs> 素晴らしいね鉄壁のパールいたよないたいつあいついつ出てくんだもう出てこないと思う <laughs> 作とジョニーはいつ出てくるんだよいたないつ出てくるんだあいつらこれでもほんとにうまいよねうんこのきのこがそ<う>チャーハンっぽくないじゃん意外ときのこ入れるってあんまないから、ね、このきのこがすんごくいいアクセントになってるの味付けも濃くないからそうさらっと食べれるのこれがサンジなのあフランス感というかそうちょっとだからヨーチックな雰囲気が入ってくるんだよやっぱサンジだから これはうまい新しいチャーハンこれまいまいちょっとこっちも食べてみて。こっちもね、美味しいと思う。これはジャガイモのパイユー。そう、パイユー。これだから、もう説明したわ、さっき。めちゃくちゃ。これね、うまいな。これ、これうまいのよ。やだ、うまいわ。<laughs> ねえ誰<ん>誰ビッグマムだよ。ビッグマムか。これ2024年のさ、 円パンみたいな感じで新しくなると思うじゃがいもパイ油これ新しい食感これうまいこれ上にのっかってなんだこれじゃがいもの上にこれチーズこれチーズこのチーズがパリッとしてんだけどチーズだからカリカリすぎないのそうでじゃがいもは口の中でいい感じにじゃがいもを包み込んでくれるしかも細切りだからあんまり火通しすぎると崩れちゃうから程よい火の通し加減で形を崩さないようにしてるから芋の芋感もしっかり残ってるのよ うわ、これはこんなのさ、毎日食えるルフィたちは嬉しいだろうねこれだよ、本当にこれはお世話になりましたくそお世話になりましたこのご恩は一生忘れません忘れんな忘れんな風邪ひくなよで、みんな泣くよねまたおまたうぜ <ウー S 1> クソ野郎ども <ウー S 1> <laughs> 今誰が滑ってるめちゃくちゃ本当にうまい本当にこの本買って作ってみてほしい <laughs> 本当にうまかじゃあ次はちょっとさみずみず肉作ってあっみずみず肉のレシピもね何個かあんのちょっと作ってあれ食べたいよ俺めちゃくちゃうまかったっすよかったじゃあ次回は「みずみず肉」でお会いしましょうありがとうございました食べてくれやおいビブラ,ダムライート侍か